こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は神隠しを信じるか？微妙だけどたまに忽然と姿を消した、なんてニュース聞くよ。日本では縄文時代から神隠しがあると、信じられていたんだ。そんなに古くから言われていたの？昔は天狗隠し、妖怪の仕業なんて言われてたけど、最近では事件絡みがほとんどで、神隠しを信じる人は少ないよな。今回は神隠しの話なの？いや、完全犯罪を目論んだ事件の話だな。神隠しと完全犯罪、世の中には完全犯罪の犠牲者がたくさんいるのかな。そのあたりをじっくり考察するために、今回は高等マンション神隠し殺人事件を解説するぜ。それではゆっくりしていってね。2008年4月18日夜、会社員の女性 A さんが自宅マンションから忽然と消えてしまった。まさか神隠し？ A さんは姉と、東京都江東区、潮見2丁目のマンションで同居していたんだ。A さんはその日、帰宅直前に姉にメールしたが、姉が帰宅すると A さんの姿がなかった。玄関の壁に少量の血痕があったり、部屋の中を荒らされている様子があったので、姉はすぐに警察へ連絡し、捜索願いを出すんだぜ。神隠しなら怪我させなそうだよ。二人の部屋はマンションの最上階で、防犯カメラにも A さんが外出した。映像は残っていなかった。帰宅した映像は残っていたのね。二人がこのマンションに引っ越してきたのは、A さんが姿を消す約1ヶ月前の3月1日で、二人がこのマンションを選んだ理由の一つは、防犯カメラやオートロックなど、セキュリティが、しっかりしていたからなんだぜ。不審者の侵入は防犯カメラに映っていないし、A さんが帰宅後外出した様子も映っていない。世間は神隠し事件だと、騒ぎ出すんだぜ。不思議だね。A さんはどこへ行ったの？警視庁は防犯カメラに不審者がいないことや、A さんが帰宅後、外出していないことから、マンション内部での犯行が濃厚と判断するぜ。もともとこのマンションは3割が空き室で、警視庁は住人一人一人に聞き込み調査を開始。神隠し事件として世間が騒ぐ中、報道も過熱し始め住人へのインタビューを行うようになるんだ。住人に目撃者でもいれば捜査も進むものね。警視庁は、A さんがマンションから連れ出されていないと考え、住民全員から事情聴取、任意での指紋採取と固く捜索を行った。捜査開始から1ヶ月後、5月25日に同じ階の2軒隣に住む星島貴則、当時33歳が、住居侵入の容疑で逮捕されたんだぜ。神隠しじゃないのね。星島容疑者は事件翌日にテレビのインタビューに答えていて、A さんに会ったことはない。8時頃も家にいたが、特に異変はなかったと答え、僕を疑ってるのかもしれない、ふふ、と不敵な笑みを浮かべた。この人怪しいね。事件翌日のインタビューでは、会ったことがないと話していたが、その後の警察の聞き込みでは、軽く挨拶する程度と供述を変えるぜ。それじゃ警察も星島を疑い始めるよね。警察が星島容疑者逮捕に踏み切った理由は、A さん宅に住人のものではない指紋が、わずかに残っていたことからなんだ。警察はマンション住人全員の指紋を採取したよね。なのに今さら指紋が決め手になるの？ここから足がつくことになるんだな。星島容疑者は指紋採取時、何らかの液体で、指紋を溶かして消していたんだぜ。事件から1ヶ月後再度指紋を照合したら、星島容疑者の指紋と一致、逮捕となるんだ。指紋が再生したのね。6月13日、死体損壊、遺棄。6月25日殺人、で逮捕されるんだぜ。損壊。神隠し。星島貴則は1975年1月5日、岡山県岡山市で生まれる。1歳11ヶ月の時、熱湯が入った。風呂に落ち、両足に大やけどを負うんだ。やけどの跡がケロイド状に残ってしまい、それが原因で小学校の頃から、いじめを受けるようになるんだぜ。星島はいじめで悩んでいたが父親から、男がそんなことで泣くなと一喝される。さらに甘えるな、人は見かけじゃないと、父親はやけどの跡が目立つように半ズボンで、登校させている。母親に相談しても、母親が父親に告げ口し、結局父親に怒られることになるんだぜ。2歳になる前の子供が、熱湯が入ったお風呂に落ちるなんて、親の責任じゃない。このことが原因で、星島は家でも学校でも孤立していくんだ。この頃からやけどについて親に恨みを持つようになるんだぜ。自分の責任じゃないものね。中学生になり思春期に入ると、ますますやけど後のことで悩むようになり、自分には恋愛や結婚は無理だと思い始めるんだぜ。本人は悩むよね。中学卒業後は県立高校の情報処理科へ進学し、高校卒業後、ゲーム会社へ就職した。もともとゲーム好きだったみたいね。
星島はゲーム作りの職場を希望していたが、配属先がゲームセンターだったことに不満を感じ、4年で退職してしまうんだ。その後派遣社員としてソフトウェア会社で働き、職場での仕事ぶりは高評価だったそうだ。派遣期間満了後は個人契約し、月50万円の報酬を得ていたんだぜ。意外と収入高いじゃない。犯行の動機は、お金目的じゃなさそうね。当時のテレビのインタビューで、タクシーの運転手さんは星島をよく覚えてると言っている。毎日タクシー通勤していて、2500円なのに3000円くれた。今時チップをくれるお客は少ないと語っているぜ。不思議ね、夢も叶ってお金にも困ってない。事件の動機は何なの？星島はイラストを描くのが好きで、コミケで同人誌を販売していたんだ。サークル名は欠損志向、内容は女性を乱暴する程度の内容じゃなかった。最悪。でも自分の火傷跡も影響してるのかな。そこは何とも言い難いな。星島には変わった性癖の側面はあるけど、希望の仕事についてお金にも余裕あるのに、なんでこんな事件を起こしたのかな。前述したように、星島には彼女もいなく漫画を描く生活だった。そんな中、事件が起こるんだぜ。星島は事件当日19時30分頃、A さんの帰宅を待っていた。実は星島は事件を起こす1週間前から、A さんに狙いを定めていたんだ。何のために？ A さんを暴行し、服従させようと考えた。なんだそれ、何考えてんのよ。星島は、金曜の夜に拉致監禁すれば、月曜の朝までの3日間一緒にいられる。そうすれば自分に依存するようになる、と考えていたんだぜ。漫画の書きすぎ、読みすぎだよ。星島は A さんが帰宅しドアが閉まる寸前に、A さん宅の玄関に滑り込むように押し入った。A さんが騒いだため、頭部を殴打し力が抜けた A さんを自分の家に連れ込んで、包丁で脅しながら A さんの腕を縛り、自分の部屋へ行くよう命じたんだ。そして部屋にあるベッドに横になるように指示し、ビニール紐で手足を縛り、口にタオルを突っ込み、騒げないようにしたんだぜ。A さん絶対絶命の危機じゃない。手足を縛られ口にタオルを入れられたら、抵抗できないよな。星島は A さんに乱暴しようとするんだけど、自分が A さんを殴ったせいで、A さんの額に傷がついてしまったことで気持ちが萎えてしまうんだ。ふざけてるわね。星島は萎えた気持ちを盛り上げようと、パソコンで AV を見始めるんだぜ。最悪の男ね。その頃、A さんの姉が帰宅し自宅の異変に気づき、警察に連絡しすぐに警察が駆けつけてきた。警察は早速マンションの住人に聞き込みを開始し、22時40分頃、星島宅も警察が聞き込みに来た。星島は、何も知らないとやり過ごすが、このままではいずれバレると考え、A さんを消してしまおうと考えるんだ。消す？神隠し事件のゆえん。23時頃、星島は A さんの首に包丁を刺し、刺しただけでは時間がかかると考え、包丁を引き抜き、A さんは出血多量で間もなく息を引き取るんだ。ひどすぎる。事件翌日の19日、警察は A さんはマンションのどこかにいると考え、住人の部屋の家宅捜索を開始するんだぜ。警察は星島の部屋にも行き、星島は警察を部屋に招き入れるんだ。星島は自分から部屋に置いてあった段ボール箱を指差し、中を見ますか？と警察に話している。警察は A さんが殺されているとは考えておらず、警察は箱の中身を確認しなかったんだ。中を見たとしても、もう遅いよ。ここで中身を見ていたら逮捕は早まったけど。星島は事件の発覚を恐れ、A さんの死体を解体することにした。消されちゃう。星島は包丁2本とノコギリで死体をバラバラにし、冷蔵庫、ベッドの下、段ボール箱の中等に隠した。腕や足からは包丁を使い肉を剥ぎ取り、まな板で肉を切り刻み、トイレに流した。残った骨はノコギリで細かく切り、冷蔵庫に隠した。想像したくないね。さらに胴体を解体し、腹や胸は肉を剥ぎ取り、臓器を取り出しまな板で切り刻みトイレに流した。胴体の骨は冷蔵庫に隠したぜ。人間のやることじゃないわね。残るは頭部。頭から髪の毛を切り、頭皮を耳、鼻、唇ごと剥ぎ取り、眼球はえぐり出し、すべて切り刻んでトイレに流した。なんてことを。頭蓋骨はノコギリで切って脳みそを取り出し下水に流し、頭蓋骨は数個に切って冷蔵庫へ入れた。もう聞きたくない。解説してても気持ち悪くなるんだぜ。解体は終わり、解体した死体を下水に流し、出勤時ゴミ捨て場に捨てるなどしてすべて処分し、5月1日までに A さんを消してしまったんだ。神隠しでもなんでもない。このままだと完全犯罪になっちゃうよ。5月25日、星島は警察に逮捕される。警察は事件当初の指紋採取時、
星島の指紋が取れなかったことで、星島が犯人であると考え、指紋が元に戻るまでの1ヶ月間を待っていたんだぜ。なるほど、証拠固めの1ヶ月間でもあったのね。星島の供述から警察は下水管を調べ、わずかに残った死体の肉片から、A さんの DNA と一致したことを確認した。また、星島の部屋にあった血痕からも、A さんの DNA が検出されたんだぜ。星島の完全犯罪計画は失敗したのね。2009年1月13日、東京地裁で初公判が開かれた。星島は起訴事実を認め、事件の全貌や養殖を好む癖があることを話した。歪んでるわね。同年1月26日、検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論が行われ結審した。検察側は星島に死刑を求刑。危険は猥褻目的略取という身勝手な動機。完全犯罪を目論んだ徹底的な隠蔽工作、物的証拠が提示されるまで犯行を否認したこと。お挙げ、いわゆる永山基準ができた後も、前科がなく被害者が一人の殺人事件で、3件の死刑が確定したことを例に出したぜ。極刑に処してほしい残忍さだものね。これに対し弁護側は、前科がないことや逮捕後犯行を供述し謝罪している点、下半身に大やけどを負った老いたちを提示し、死刑は重すぎると減刑を求めた。老いたちの辛さはわかるけど、それでも強く生きてる人はたくさんいるよ。同年2月18日、判決公判が東京地裁で開かれた。裁判長は星島に無期懲役を言い渡したぜ。無期なのね。判決理由は、被害者を服従させようと被害者を拉致し、事件発覚を防ぐには被害者の存在自体を消すしかないとの考えは、自己中心的で卑劣で酌量の余地なしと厳しく非難したが、死刑選択には相当強い悪質性が必要であり、本件は殺害での執拗な攻撃はなく、残忍極まりないとまでは言えない。罪を悔いており極刑は重すぎると結論付けたぜ。複雑ね。そうだな。東京地検は2月25日、量刑を不服として東京高裁へ控訴するんだぜ。2009年6月11日、東京高裁で控訴審初公判が開かれた。検察側は犯行は類を見ないほど、凶悪で危険極まりない。一審は軽すぎるとし、再度極刑を求めた。これに対し弁護側は、殺害された被害者が一人の同種事案と比較しても極刑には値せず、無期懲役が最も適切であると主張したんだぜ。なんとも言い難いな。同年9月10日、控訴審判決公判が開かれた。東京高裁は一審を支持、検察側の控訴を棄却した。高裁はなんて言ったの？東京高裁は、一審は猥褻目的が未遂に終わった点を有利な情状として挙げたが、有利には考慮できない。殺害方法は無慈悲かつ残忍で、一審が極めて残忍とは言えない。としたのは相当でないとした上で、殺害は身勝手極まりなく、死体損壊は、人間の尊厳を無視する他に類を見ないおぞましい犯行だと犯行の残忍さを示したぜ。そう、残忍すぎる。その一方で検察側の被害者を拉致した状態で殺害に着手せざるを得ない状況だったとの考え。総計で、殺害の計画性は認められない前科がなく、罪を悔い、強制の可能性あり。とし、永山基準や他の被害者一人の死刑との違いを指摘し、極刑がやむを得ないとまでは言えない、と結論付けたんだ。東京高検は憲法違反や判例違反などの上告理由なしとして、最高裁への上告を断念し、星島の無期懲役が確定したんだぜ。そうか。やったことはかなりひどいと思うけどね。現在、星島は千葉刑務所に収監されているそうだ。33歳で無期懲役だと、出所する頃は70歳ぐらい？そうなるな。変な癖で人生を棒に振ってしまったな。何の罪もない A さんを思えば当然よ。セキュリティが万全でも、こんな事件が起きてしまうんだな。セキュリティ頼りで安心しちゃダメね。ということで今回の動画は以上だぜ。このチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。